歌手の工藤静香、51、と長女のフルート奏者ネモネルのココミ、20、が18日、それぞれ自身のインスタグラムのストーリーズで母娘のやりとりを披露した。まず、工藤がマネージャーから差し入れられた色とりどりの菓子と抹茶の画像を投稿。すると、ココミも自身のストーリーズでその画面を引用し私の分残しといてね。小声と綴った。すると、工藤もその画面を再びストーリーズに引用しわら消耗3つ食べたけど、でも全部半分に切って残してあるから、味見してね。わら消と返したもの。ネット上でもココミと工藤静香の家族ぐるみたいなやりとりのストーリー死ぬほど好き工藤静香さんとココミさんのインスタやりとりを見てるとハートフルに包まれて眠ってしまうなどの声が上がっていた。